玉川は、秋田県を流れる一級河川。別名福川。小物川の支流としては最長である。玉川温泉の共産性水が流れ、玉川独水と呼ばれる。秋田県仙北市田沢湖田沢の岩手県との県境にそびえる大深岳に源を発する。いくつかの川を合わせながら、国道341号と並行して流れ、 玉川ダム、鎧畑ダムの山間部を抜け集落に到達する。ここで、田沢湖に注ぎ、再び玉川に戻る水路を分ける。その後、夏瀬ダム、神代ダム、抱き返り渓谷を流れ、横手盆地に出ると南西に向かい、大仙市花間付近で、小物川に合流する。上流部は、水力発電所がいくつも建設されているほか、仙北平野で広く使用されている。 田沢疎水の一部も引き込まれ、農地を潤している。第二次世界大戦中、発電所の建設によって、玉川毒水が田沢湖に引き込まれた結果、湖内のほとんどの生物を死に至らしめた。特に、田沢湖の固有種であるクニマスは、本格的な研究が行われる前に絶滅したと考えられてきた。2010年になって、戦前に、 山梨県の聖子へ移入された個体の子孫が生きていることが確認された。戦前の頃の段で大部賀と呼ばれる最上流の雪解けにより、毒水が薄まる季節、ごく稀にマスやヤツメウナギが遡上していたといい、天保年間のマス漁の記録もあった。玉川にはその昔、鮭がふんだんに遡上していたが、 ある時期を境に太い亡くなったという伝説があり、大徳明王にまつわる自由が語られる。昔、白井は村と角野立町にまたがる山頂には、大徳神社が祀られていた。山麓の玉川では秋ともなれば、酒漁が盛んに行われていたが、その様子を毎日見物に来る、背の高い僧がいた。漁夫たちは、僧が故事するのも構わずに、からかい気味に酒を、 アケビの鶴で無理やりそうに背負わせて返した。すると、それ以来、鮭の素状がぱったり途絶いてしまった。そのそうこそ大徳名を出会ったという。言い話によれば、鮭を取った人々が焼き酒を作ろうと焚き木を集めている暇に、鮭漁の様子を眺めていた赤い着物の子供が鮭をアケビ鶴で背負って持ち逃げしてしまい、それ以来、鮭が取れなくなったとのことである。 大伊徳神社に原板の併舎祈願をする者は明け人酒を断つという、ありがとうございます。